ストーブパイプだね。こっから打ったガスがここの中を通ってバレルの方にガスを抜くと。はい、こんにちは、黒猫 YZ です。はい、今日の動画はねこれです。じゃん、マルシン工業の発火式モデルガンウージーですね。これをちょっと発火させて、で分解してメンテしようという動画です。なんでバババッと発火させてみて、でバラバラっとバラしてって内部こんなになってますよみたいなね、そんな動画です。動くかなまあすごく調子がいいモデルガンなんですけどね。これはねだいぶ前にヤフオクで新品っていうか見組み立てのものを見つけて、でこれアルミ合金の部分が全部シルバーで、それをねキャロムショットのブラックスチールで塗ってで作ったっていう思い出ですね。まあストックはブルーイングされた状態で結構サビが出ちゃってますけどね、悪化させていこうかなというところです。でカートリッジはこれ MP40 と共通のもので、まあこの間発火させましたよね。あのウージーのボルト、オープンボルトなんですけど、このボルトがですねやたらでかくて重いと。でこいつが前進したものをこの火薬の圧力で弾き返すわけなんで、ものすごくねカートリッジに負担がかかります。わかりますかね、これここ縁がね圧力で膨れてくるんですよね。これがねひどくなってくると圧力漏れて打てなくなっちゃうとは思うんだけど、まあまだ使えるかなと思うんでね、2サイクルか3サイクル打ってみようかなっていうところです。でこのウージーマルシンのね発火モデルガンのウージーは、まあ、サイドファイヤーなんでね、中にこんな金属のプラグと、こういう3ピース構成になってます。結構ねこれだとメンテも楽なんで、サクサク発火させるのにちょうどいいのかなというところです。じゃあね今回は 7mm キャップ火薬 MG キャップでも使ってやってみましょうか。デトネーターに当たる部分がすり鉢状になっている側でプラグを入れてね、火薬を入れてローダーで押し込むと、押し込んで、で蓋っていうかねプライマーパーツをキュッと締めると。3ピース構成のカートリッジはね楽でいいですよね。準備カートリッジ準備できたんでマージンに詰めていきます。このねウージのマージンはまあダブルカラムなんでね、こうパチパチと結構簡単にパチッパチッと入っていきます。はい、20発入りました。これですね、20発のところまで出てきてますね。じゃあ早速発火させていきましょう。最後はドロップパウダー入れたんでね、これでカート作ったんで打ってみましょう。ストーブパイプだね。こんな感じです。
いかがだったですか。とりあえずね、プロップパウダー使って、まあ、3サイクル目はねちょっと滑りが悪くなったのと、で見てもらって分かると思うんですけど、カートがねもうこんな状態なんですよ、変形しちゃって圧力に負けて、うん、3サイクル目はだいぶひどかったんでね、これがマガジンとかフィーディングランプにけつまずいちゃって、ジャム気味になっちゃったという印象ですね。もうそもそもはものすごく好調なモデルなんですけど、あのウージで使うのこれでね10サイクルも使ってないんだよなカートリッジがちょっとやばいっていうね、こんな感じで変形しちゃうんでね、このカートリッジもなかなかないんだよね。今あんのかな、わかんないけど、まあとりあえずこんな感じです。じゃあね、プロップパウダーまで使って発火させるともうこんな感じ、真っ黒です、中が特に。こうね、プラグ自体はそんなに汚れないんだけども、とにかく発火ガスが大量に出ますんでね。で僕はここに、まあ、水を入れるなりしてマジックリンをですねジューッと入れていきます。マジック、ここまで汚れてるともうマジックリンって浸るぐらいまで入れてみようか。なんか泡出てきたな、まあいいや使う前にきっちりグリスアップをしてあるんで、要は油でコーティングされてるところをマジックリンで油と一緒に発火ガス落としてやろうっていう狙いなんですよ。でね、なんかねマジックリンカートリッジがかなり綺麗になる印象なので、こう輝きが勝手に蘇るっていうかね、そんな印象があるので、僕はマジックリンを使います。こんなやってシャカシャカって振って、1時間ぐらい置いてね、歯ブラシかなんかで洗ったりして、そんな風にします。もうね、あの表面はだいぶもう一瞬で綺麗になります。こんなやってちゃんとメンテしてる、まあある程度メンテしてあるカートリッジはねすぐ綺麗にはなりますけど、カートリッジはこんな感じです。でじゃあバラしていきましょう。この手のマガジンはまあみんなね同じなんで、構造がね。でマガジンフォロワーはこれは鉄じゃないけど、これなんか亜鉛ダイキャストっぽいけど、まあ一応ね洗います。でこれ使う前に中グリスまみれにしてあるんで、そのグリスもざっくりあの落とせる部分は落としちゃってから洗うようにします。またね水で洗うのもよしあしなんだよね。洗った後しっかり水気を取ってまたグリスアップするのとか大変だし、濡れたまま放置で 2,3 時間でもう錆び始めちゃいますしね、時期によっては。とにかく中に入ってる油は一回軽くこう拭ってやりながら分解していくと。僕はいつもこんな感じですね。まあそれこそこれも3年ぐらい放置したんで錆びてますよね、やっぱりね、マガジンの中どうしても。じゃあね、マガジンは分解したんで今度本体やっていきますかね。ここをこう押してカバー開けます。よしと。カバーのねこのスプリングはね止め殺しっていうか通して曲げるタイプのものなんでね、まあ外せないんでこのままちょっとオイルで流すような感じにします。ここのビスを緩めてやればこれです、取れます。これも取れますと。これでカバーはまあ分解状態ですね。錆びるパーツはまあこのスプリングはオイルで流しますけど、この辺もまあ拭うだけで大丈夫かなとは思うんですがね、こんな感じです。ボルト抜いていきます。ちょっとね後ろに押し加減でこう抜くとボルト本体と、スプリングですね。でリコイルスプリングガイド抜けてきます。こうね、こんな状態です。スプリングもね、まあ、発火ガス浴びてるんで洗おうかとは思います。まあ、ここのスクリューこう外してやってこの L 字状のパーツも抜けてくると。そうするとねこれ抜けてきます。でボルトはこれす
すごいよねこれ。なんだろうね、アルミ合金かな、それとも亜鉛ダイキャストかな、わかんないけど、これもシルバーだったんでブラックスチールで塗って組んでますね。まあちょっとハゲてきてますけど、かなり塗膜強いですねキャロム。これここピン抜いてやって、そうするとエキストラクターとエキストラクターのスプリングも抜けてくると、うん、ストックね外していきます。まあこんな感じでプランプランの状態にして、こいつを緩めてこれですね、うん、でストックが取れますと、リアサイトも外していきます。はい、じゃあですね今度はグリップ外していきます。うん、ここのビスを抜いていきますよと、これですね、うん、こいつが抜けます。はい、グリップが抜けます。今は分解しません、これはもう赤子のメンテナンス以外の部分なんでね、全部バラして組み立て動画でもやろうと思いますんで、その時に詳しくやろうと思います。ハンドガードを外していきます。はい、ハンドガードが外れますと。これがエジェクターです。エジェクターもね、発火ガスを直撃で浴びちゃうんで、よいしょと、こいつはねちょっと洗ってあげましょう。このチャンバーが、これレシーバー金属じゃないですか、なんでチャンバーからマズルまで確か貫通してないはずなんですよ。上からガスをバイパスさせるような構造になってるんですね。うん、ですね。ここの中を通ってバレルの方にガスを抜くと、なんでねチャンバーから貫通してないっていう構造なんですよね。なんで、まあ、このチャンバーもねプロップパウダー使ったんで中だいぶいっちゃってるんで、これはねぜひとも綺麗にしてやりたいと、はい、でこれはデトネーターを止めてる、このスクリューを外せばデトネーター出てきますと。このデトネーターも確かマルシンの M9 系のカートリッジを使えるようにするための変換デトネーターがあったと思うんですけど、僕も持ってるんですけど使ったことないですね。今度使ってみよう。次、バレル外していきます。こうしながらね回してやります。この辺のパーツも全部ねブラックスチールで塗ってから組んだんですけど、この組み立てキットについてきたマルシンの黒いスプレーまだ取っておいてあるよな。使えるかどうかは別にしてね、うん、手つかずの状態で取っといてあります。金属製ですね。でインサートが入ってます。これもねプロップパウダー使ったんで相当汚れてると思うんで水洗い行きですね。こいつは大丈夫か、うん、うん、これ抜けますね。でそいつが抜けるとこのスプリングとこの、パーツが取れてきますと。これでねレシーバーも完全分解なんでね、こいつもここをジャバジャバ水を流して洗ってやりたいんで水洗い行きと、うん、でとりあえずメンテのための分解これで OK かな。ほぼほぼ完全分解です。グリップ部分はまあ完全分解じゃないですけど、全部バラして組み立ての動画は別の機会にやるという感じです。シンプルといえばシンプルだけど、このね破壊ガスをバイパスさせる構造が、ちょっと複雑なんでね、レシーバー自体も複雑な作りになってますけど、ここまで分解するのはそんなに慣れれば大変じゃないです。トリガーメカは一式グリップ部分に入ってるんでバシッと外れちゃうんでね、うん、楽だと思います。あとはこれをね一生懸命水洗いして乾燥させてグリスアップして組み直すという状況です。なんでね、次は、組み立ての動画になると思いますが、発火も会長で面白かったという感じです。ということでね、また別な動画で会いましょう。バラすべし、打つべし、バラすべし、準備後片付けに 2,3 時間発火数秒ね、あっけないんですがそんな感じです